皆さん、ヤッホーリクチャンネルのリクです。今日は今まで私はいろいろなタピオカを試してみましたね。タピオカグミぶち込んで飲んでみたり、グミでタピオカ作ってみたり、ちゃんとこうやってここに移します。かわいい、カラフルで、業務用スーパーのタピオカ試してみたり。おー、いいね、やば、タピオカじゃん。でも今回はちょっと違います。いや、かなり違います。今回粉からタピオカ作っちゃいたいと思います。イエイ。はい、もうアマゾンでタピオカスターチをね買ってきました。1キロです。でかいですね。で、あのね、今回普通に作ったら一回試して作ったんですけど、半透明みたいな感じになっちゃって、いや、つまんないなと思ったので、今回じゃん、4種類の食紅を使ってレインボータピオカを作っちゃいます。こちらのタピオカスターチ、アマゾンで800円くらいで買いました。で、この食紅もスーパーで買いましたね。4色。青、赤、黄色、緑です。まあ、他の色とかもあるんで、試したい方はいろんな色で試してみてもいいかもね。材料はこちら。まず、さっきも言った食紅4色ですね。で、あとクッキングシート。できたタピオカをここに置きます。あとタピオカスターチ4色使うんで、今回 40g 準備しました。で、熱湯が大体で用意して、まあ調整しますね。何 g とかは決まってないです。じゃあまずはね、これもう一つ用意したんで、ここに 10g 入れます。4回に分けるんで 10g 測って入れます。じゃあ最初赤でいいかな。まあ大体、まあ1杯分くらい入れて、で混ぜます。そしたら粉自体がもう赤っぽくなるんで、まあ、あの白いままお湯入れて混ぜてから、あの色入れてもいいと思います。どっちでも大丈夫です。でもこっちの方が早いかな。大体こんくらい入れて、足りなかったらできてからまた入れます。じゃあここにこのお湯をちょっとずつ入れます。あ、結構赤い。よし、ちょっと入れて混ぜて、ちょっと入れて混ぜるみたいな感じです。こうやって混ぜていきます。結構ね、固くなるのね、これ。まあ、手でね、できるときはやっちゃっていいけど、やけどに注意してください。あ、入れすぎたかもしれない。で、これをね、まとまるまでずっと混ぜていきます。こうやって取って混ぜて、よいしょ。なんかね、見てください、これなんかすごいベタベタみたいな感じ見えるけど、全然手にくっつかないの。はいね、こんな感じでなんかね、おかしくなっちゃったんですよ。硬くもない、柔らかくもない、全然まとまらなくなっちゃったんで、なんかね、前は普通にソーマンシロのまま水入れてたんで結構いい感じだったんですけど、食紅入れてからだとなんかちょっとダメみたいになっちゃって、なのでちょっと白のまま食紅は最後にして作り直します。残念。はい、じゃあまたミニボウルに、タピオカスターチ 40g 準備したので、お湯をちょっとずつ入れて固めてから、食紅に入れてカラフルな色を作ります。いきますよ、よいしょ。はい、で混ぜる。でね、固まるまでよく混ぜます。はい、こんな感じで固まってきました。はい、結構ね、大変でしたね、混ぜるのが。で、あのアドバイスなんですけど、熱いお湯でやった方がもう完璧になります。でもね、ちゃんとスプーン使って火傷には注意してください。はい、じゃあ次はクッキングペーパーを下に引いて、そしてね、このできた生地を4等分に分けます。半分にして、でまた半分だね。はい、こんな感じで4等分にしました。大体ですね、まあ、大体こんくらいかなって感じ。そしたら順番に、最初は赤にして、入れすぎには注意ですね、真っ赤っかになっちゃうんで。はい、じゃあこれを混ぜます。で、ちょっとベタベタするなと思ったらタピオカスターチをつけて混ぜます。綺麗な赤になってきましたよ。はい、いい感じの赤色になりましたね。そしたらこれこうやってコロコロってやって、タピオカの大きさに丸めてここに置いていきます。いっぱいやるよ。だいたいこんくらいかなでいいと思います。はい、できました。ちょっとね、ペタペタしてたんで、隣同士とくっつかないようにタピオカスターチをね、やりながら丸めましたね。
かわいい、なんかちょっとサイズバラバラなんですけど、まあオリジナルなんでいいかな。じゃあね、手がね赤いのついてるね、手洗ってから他のも違う色で同じように全部やっていきます。タピオカの元になりましたね。で本当に意外とプリプリしてます。はい、じゃあこれを沸騰させたお湯に入れて、こちら頑張って30分間茹でていきます。はい、では完成したので、氷水の中で今冷やしてます。はい、こんな感じです。ちょっと氷が邪魔なんですけど、こんな感じ。めっちゃ綺麗じゃない？ぷよぷよボールみたい。すごい透き通ってて、すごい綺麗。熱々なんで冷やした方がもちもちになるんだって。だから冷やしてます、氷水で。もうちょい冷やします。はい、じゃあもう冷え切ったと思うんで、じゃん、コップ用意しました。おしゃれな感じにワイングラスにしました。でもう一回普通の方ね。じゃあこの中に、はい、入れます。こうやって水切って、ほい、あ、水が結構、まあいっか。おー、めっちゃ綺麗。まだまだでね、もう一回もっと入れますよ。じゃあこっちもね、順番ずつ入れていこう。ちょっと多すぎたり少なすぎたりになっちゃうから。はい、入れました。よし。はい、じゃあ飲み物は、じゃん、見えやすいように、だからと、あともう定番のミルクティーを持ってきました。ワイングラスは綺麗だから、見えやすいようにだから入れます。はい、はい、こんな感じ。めっちゃ綺麗。すごい、めっちゃ綺麗。やば。なんかね、本当にぷよぷよボールみたい。本当に食べて大丈夫なのかっていうくらい、めっちゃカラフルで綺麗ですね。はい、あのさ、ミルクティーとかにも綺麗に見えるかな。こっちちょっとタピオカ少なめなんですけど、ミルクティー入れます。はい、あんまりですね。でもなんか若干色違くないって感じで見えます。あ、まあでも綺麗に見えますよ。でもやっぱり透明の方が綺麗ですね。すっごく綺麗。私炭酸飲めないんで、だからにしたんですけど、お祭りとかでさ、炭酸でさ、こうやって出てたらさ、みんな買っちゃうでしょ、レインボータピオカなんて。すごい。はい、じゃあ飲んでみます。じゃあミルクティーから、定番のね、いただきます。もっちもち。本当のタピオカだよ、これ。すんごいもっちもちで、めちゃくちゃ美味しい。お店で買ったタピオカみたい。そんくらい美味しい。うまい。やばい、これは。じゃあ次、だから。うまい、さっきと同じ味。美味しい。やっぱりね、すんごいもちもち。やばい、餅食べてるみたい。本当に綺麗だし、もちもち。まあ食べてたら色とか分かんないんですけど、やっぱ見た目がすごい綺麗ですね。はい、ということで今回レインボータピオカ粉から作ってみたんですけど、マジでめちゃくちゃすごい。これは本当にもちもちにできるし、本当にお店で売ってるタピオカみたいで綺麗で、自分の好きな色にできるし、好きな形にもできるよね。ほら、動物タピオカとか、いいね、ハート型タピオカとか、めちゃくちゃ良くないですか。タピオカスターチ概要欄にリンク貼ってあるので、ぜひ見てみてください。はい、この動画面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter と Instagram のフォローもよろしくお願いします。グッズもぜひ見てみてください。リクチャンネルでした。バイバーイ。